魏の大船団を率いて曹操を下ってきた曹操を孫権、劉備の連合軍が積極で迎え撃つ。大軍を相手にしながらも周瑜らの策略で撃退に成功し、曹操の平安は保たれた。建安24年、慶州を守る関羽が劉備の命で北上し、魏の繁城に攻め寄せた。折しも慶州を奪還戦と目論んでいた孫権に曹操からの使者が訪れ、繁城では関羽の軍勢に取り囲まれた魏兵らが決死の覚悟で籠城戦に臨んでいた。さらに長雨による増水が繁城を襲う。呉の英雄たちは繁城を危機から救うことができるのか。関羽が相手か。大丈夫ですよ。今関羽は繁城攻めで隙ができているはずです。関羽、水攻めとはやってくれる。水には構うな。敵の駆逐を最優先とせよ。火星に参りますゆえ、しばらくお待ちを。
にかなわぬ勇猛ですね。
が魂はシステナを兄弟と共にあり。さらば！職軍は将校に沿って布陣した模様です。いよいよですか。全軍に伝令です。今夜半に出撃、将校を挟んで職と対陣するように。はっ。この戦、五色の私有を決する戦いとなるでしょう。救援に向かった五の将たちは、取り囲む関羽の軍勢を打ち破り、見事道場の兵たちを救出した。この勝利によって五は慶州を取り戻すことに成功する。これまで五は魏と対抗するために蜀と同盟を結んでいたが、慶州を奪還したことにより関係が悪化する。蜀の劉備は激怒し、慶州を奪い返さんと自ら大軍を率いて出陣した。蜀軍は長江沿いの医療に布陣する。その長さは700里にも及んでいた。呉の軍師陸遜はひたすら時期を待ち、高所3年ついに出動の命令を発した。この戦で蜀との決着をつける。じゃあ、うるせえろ。援軍、陸遜の指示に従え。こたびの戦、
諸葛亮先生はおいでではないのか。しかし容赦はしません。主前部隊に伝令、予定通り蜀の陣を炎に沈めます。Ah!
この諸葛孔明、知略のみではありませんよ。Good.
ゆくことになるとは。さすがだと。作戦は決まったかい？やめましょう。ここまで来れば小細工は無用。
五の力を信じるのみです。勝つにせよ負けるにせよ、これが最後だ。慶州を奪おうと食軍が医療に攻め寄せた。五の知将リクソンは長く伸びた食陣営の弱点をつき、これを散々に打ち破る。かくして食は滅び、五の藩都が西方へと広がった。勢いを得た五は李との私有を決するべく北への進攻を開始した。自ら軍を率いた孫権が魏の合肥新城に向けて進軍する。これを迎えるは百戦錬磨の指揮官司馬懿。宝龍五年、呉の若き司令官リクソンが知略を尽くして合肥新城に挑む。守る魏と攻める呉、どちらが勝るのか。両国の命運をかけた戦いが今始まろうとしていた。この戦いに五のすべてをかけるぞ。敵本陣を全軍で叩け。
思ったよりやりよるな。しかしまだ私の手の内を。レベロ！挟み撃ちか。突破します。戦力を全面の敵に集中せよ。
んなら通ってみな。死ぬのか。
の悪雷天衣が相手だ。
こそ万夫不当の豪傑よ。我が軍の必要さ見せつけようと。
どのものを切らねばならぬとはな。ないことを知るがいい。お前こそ万夫不当の豪傑よ。
波動を阻む者よ、消え！
Yeah.